小ヤギチャンネル。まっしゃい。はい、どうも毎度小ヤギです。本日はですね、ソゲキングのアーカイブなんですけども、前回に引き続きですね、ソゲキングのスキルレベルが、スキル1、スキル2ともにレベル4、そして、6マス解放、キャラブーストが6マス解放の状態の時の試合アーカイブで、リーグだったり、プライベートバトルね、プラベの様子だったりっていうのを、今日はもう解説とか特になく、試合に集中してね、見ていただこうかなと。で、アーカイブなんで、結構ね、データ量があって、もう全部後付けの解説もつけるのがちょっとしんどいと。でね、本当はもっともっとあるんですけども、何試合か厳選して載せておきますので、今日はね、試合に集中して見ていただければと思います。で、相方はね、ブルックだったりシャンクスだったり、あとは2年後チョッパーだったりを連れて行ったりしてますかね。はい、基本的にはソゲキングはゲッターというよりかは切り込み隊長的に使って、ブルックとかチョッパーでゲッターの動きなんですけど、シャンクス連れて行ってる時は、ソゲキングでゲッターらしい動きしたりとか、いろいろですね。というわけでですね、本日は30分ぐらいの動画、厳密に言うと27分ぐらいの動画になると思うんですけども、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではどうぞ。ここから先は俺の未来だ。师。手を用意しろ。援護は任せろ。任務は任せろ。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。解説なしなんでね、途中突っ込みどころの多い動きとかもあったと思うんですけども、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。